自称健康オタク、草薙強し、のめって言われて、人気俳優から勧められた官報愛飲も、まさかの事実発覚。俳優の草薙強し、50が20日配信のアベマ、721かアベマ、日曜後8.00に出演。ある官方を愛飲していることを明かした。写真あり、草薙強し、大熊アナと久々再会で暴露トーク展開。 寝起き撮影でめちゃくちゃ切れてた。今回はこれであなたも10歳若返る。最強美容大放出 SP と題し、美容、健康に詳しい専門家が大集結。自称健康オタクの草薙は俳優のユうスケ、サンタマリアさんから補充液器油を飲めって言われて飲んでる、と勧められた漢方を飲み続けていることを告白。 しかし漢方に詳しい内海の工藤隆文さんは、任三洋英雄補中液下湯、従前大補塔って三大補剤言うのがあるんですけど、はっきり言うと任三陽英雄がナンバー1。補中液器は素人ですね、と一周。まさかの事実に草薙は苦笑するも早速、今日買って帰ろう、とつぶやいていた。